どうもリスナーさん、こんにちは、こんばんは。今回はモンスターハンターワールドのナラテスカトリから作成できるスラッシュアクス、エンプレスアクス名刀のセット装備の紹介パート2となります。前回では爆破属性強化のスキルに加えて快進撃特殊のスキルを発動させた装備となっていましたが、今回ではその快進撃を外して耳栓スキルや回避距離アップなどのスキルを組み合わせたセット装備となっています。今回の装備の紹介動画は3つの装備を紹介しますが、どれもバランス型といった感じになっています。生存面では体力増強スキル、また狩りのしやすさの点では耳栓スキルや集中スキル、もしくは回避距離アップなどのスキルをつけています。攻撃面では弱点特攻や攻撃スキルなどをつけたといったそんな感じの装備となっています。1つ目の装備では装飾品なしで耳栓と弱点特攻、そして集中スキルがそれぞれマックスの発動していて、そして爆破属性強化レベル2と技物が発動しているようなスキルとなっています。2つ目の装備では回避距離アップをつけた装備、3つ目の装備では攻撃スキルをマックスに上げた装備となっています。それでは装備の紹介に移りますので、よろしくお願いします。それでは1つ目の装備の紹介です。一つ目の装備では装飾品なしの状態、防具のみである程度のスキルを発動させる構成となっているので、比較的作りやすい装備となっています。現在、こちらの状態も装飾品をつけていない状態です。装飾品をつけていない状態での前進スキルは、耳栓のレベル5、弱点特攻のレベル3、集中のレベル3、爆破属性強化レベル2、そして技物のレベル1となっています。各部位ごとの防具の紹介です。頭がバゼルヘルムベータ、スキルが耳栓のレベル2、胴がダマスクメールベータ、スキルが集中のレベル2、腕がディアネロアームベータ、スキルが集中のレベル1、腰がカイザーコイルアルファ、スキルが爆破属性強化レベル2と弱点特攻レベル1、足がダンテレザーアルファ、スキルが弱点特攻のレベル2となっています。装備している5石や耳栓の5石の最大強化を装備しています。今回も武器ではエンプレスアクスの名刀を装備しています。こちらの武器では技物が単体で発動しています。装飾品のスロットの紹介です。頭にレベル3のスロットが1つ、そしてレベル1のスロットが1つ、胴にレベル1のスロットが3つついています。腕にはレベル2のスロットが1つ、そしてレベル1のスロットが1つ、最後に足のところではレベル1スロットが2つあります。武器のところにはレベル3のスロットが2つ空いています。先ほどの装備に装飾品をつけてきました。今回はレアな装飾品も使っていますので、こちらはあくまで参考の一つとして見てください。そして今回は銅のところから説明をさせてもらいます。まず銅のレベル1スロットのところに3つ体力樹を装備しています。これで体力増強のレベル3が発動しています。そして腕のところ、ここのレベル2のスロットに合金杖を1つ装備して、合金研磨のスキルを発動させています。そして腕のレベル1、そして足のレベル1スロットを合わせて3つに研磨杖を装備して、都市使用高速化のレベル3を発動させています。そして頭のところに戻っていきます。頭のレベル1スロット、ここに爆破銃を1つ装備して、爆破属性強化をレベル3に上げています。そして武器のところのレベル3スロット2つ、そして頭のところレベル3スロット、ここに3つ合わせて3つ超回心の弾を装備して、超回心レベル3を発動させています。超回心の弾はレアな装飾品に入りますので、もし3つ持ってない方でも、ここの3スロットはレベル3のスロットになりますので、他のレアな装飾品をつけたり、もしくは今回の装備では体力増強のスキルを発動させていますが、もう少し体力面、生存面が不安という方は精霊の加護を発動させたり、早食いのスキルをつけたり、もしくは体力回復量アップの装飾品をつけてみるなどしてみてください。それでは2つ目の装備の紹介です。2つ目の装備ではスラッシュアクスを使っていて回避距離アップが欲しいという方向けの装備となっています。そしてこの2つ目の装備なんですが、1つ目の装備とベースはほとんど同じです。今画面に映しているのが1つ目の装備なんですけれども、こちらの頭の部分を変えていきます。今回のアップデートで追加されたナラテスカトリの頭装備を使っていきます。ナラテスカトリのこのエンプレスセクターに回避距離アップレベル2が発動し、さらにレベル3スロットとレベル2のスロットがついている非常に優秀な装備なので、こちらの装備を利用していきます。ただし耳栓が外れる形になるので、防音時を持っている方であれば、2つ以上持っている方であれば耳栓を発動させることも可能になります。今5石のところには先ほどと同じのように耳栓の5石を装備しているんですけれども、これで耳栓スキルがレベル3に上がっています。そのため防音時を2
2つ持ってる方は防音上この武器スロットかもしくはその他のレベル3のスロットにはめることで耳栓スキルをレベル最大に上げることもできます。そして今回すでにもうつけていたんですが、頭のところのレベル3のスロットのところには回避距離アップの装飾品を1つつけています。防具のみでは回避距離アップがレベル2の状態になっていますので、レベル2で十分の方は他の装飾品でもいいんですが、まあキリがいいので今回は回避距離アップをレベル3に上げるために跳躍時を1つつけています。そして頭のレベル2のスロットのところには爆破時を同じように装備しています。他の装飾品などは全て一緒です。そしてもし防音時を持っていなくて耳栓スキルがいらないという方であれば、まあ一つの例なんですが、今回は攻撃スキルに振ってみようと思います。耳栓の5石を攻撃の5石に変えました今。そして装飾品のところなんですが、中途半端になるのでもう耳栓は外します。あ、レベル1はつけておいてもいいですね。一つスロットが余る形になるので今回一つだけ防音上を装備しておきます。そして先ほどの装備のスキルの状態でこんな感じになるので、ここの一つ余ったスロットのところに攻撃スキルをレベル4に上げるために攻撃上一つ装備します。これで回心率が上がるレベル4には上がりますので、これを一つの絵として参考にしてみてください。一つ目と二つ目の装備の紹介はこれで終わりです。続いては3つ目の装備の紹介です。3つ目の装備では攻撃スキルをレベル最大まで上げたのが特徴となっています。ただしこちらの装備を作るには爆破属性強化のスキルを上げる爆破銃が3つ必要であったりと、レアな装飾品も必要となってきますので作成難易度はやや難しいものとなっています。それでは全身スキルの紹介からです。まず通常のスキルが攻撃スキルレベル7、耳栓のレベル5、体力増強レベル3、爆破属性強化レベル3、そして弱点特攻レベル3、集中のレベル3、技物のレベル1となっています。各部位ごとの防具の紹介です。頭がバゼルヘルムベータ、スキルが耳栓のレベル2、胴がダマスクメールベータ、スキルが集中のレベル2、腕がデアネロアームベータ、スキルが集中のレベル1、腰がオーグコイルベータ、スキルが攻撃のレベル2、足がダンテリザーアルファ、スキルが弱点特攻のレベル2となっています。装備している5石は攻撃の5石の最大強化を装備しています。装飾品の紹介です。まずは武器のところと頭のところのレベル3スロット3つに防音銃を3個装備しています。これで耳栓がレベル5まで上がっています。防具のみでは耳栓がレベル2の発動となっています。そして頭のところレベル1のところと腕のところのレベル2とレベル1のスロット合計3つのところに爆破銃を3個装備しています。これで爆破属性強化がレベル3を発動させています。そして銅のところのレベル1スロット3つに体力銃を3つ装備しています。これで体力増強のレベル3が発動しています。そして腰のところ、ここのレベル2のスロットに通撃銃を1つ装備しています。防具のみでは弱点特攻はレベル2までの発動となっていますので、これで弱点特攻がレベル最大に上がっています。そして足のところのレベル1スロット2つに攻撃銃を2つ装備しています。これで攻撃スキルもレベル7の発動となっています。防具のみでは攻撃スキルはレベル5となっています。3つ目の装備はマルチでの戦闘も考えて、攻撃面では攻撃スキルや弱点特攻、生存面では体力増強のスキル、狩りのしやすさ、戦闘のしやすさでは耳栓スキルや集中のスキルといったそれぞれのスキルをレベル最大まで発動させた装備となっています。作成難易度は高めとなっていますが、もし気に入っていただけたら参考にしてみてください。それでは今回の動画はここで終わりです。次回はまだ作成中なんですが、次回もナラテスカトリの武器に合わせた装備の紹介をしようと思いますので、またよかったらぜひ見に来てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。